はい、それでは、とりあえずね、街以外のものはね、ご紹介させていただきました。それではね、身近なところから行きましょうか。これ最近作ったんだけれども、キノコバイオームっていう超レアバイオームのね、土。菌糸の上にキノコ生やしたっていうやつですね。なんかどうやらですね、菌糸じゃなくてもこのキノコはなるみたいですよ。なんか水を置いてやるといいみたいなことをコメント欄でいただきました。で、こちらね、畜産じゃないや、あ、そうかってか、畜産所。羊、豚、牛。ね、羊がたくさんいるのは、色が鮮やかなものを揃えるためでございます。そして、これ。実はですね、ここにホッパーがついておりまして、自動仕分けを行っております。はい、こちらですね。すべて、色が分かれてこのホッパーに入るようになっております。はい、こちらに入っていくと、ああ、そうそう。で、ここちょっとなんか、ブランチマイニング場と繋がっちゃってるんですけどね。そうそう。こんな感じの回路なんですよ。これホッパーを大量に使用して、この上がさっきのあのチェストですね。ここから回収してって、流れてったものを、ここで仕分けていきますよという仕組みです。で、ここはね、倉庫。倉庫、紹介するまでもないけど。倉庫がございまして、スイカ生成器。スイカがガン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 できて。じゃあ行きますよ。はい。はい、これね、なくなってくでしょ。実はですね、下ご覧ください。はい。このホッパーが回収してるんです。流れてきます。こちらにね。ほら。で、こっちはね、羊。白黒が並んでます。なんでかっていうと、あれを作るため。あれ、あれね。で、これ白ちゃん。その、さっき200回モニュメントで、殺してしまった黒ちゃんの相方の白ちゃんです。はい。それではね、こちらの方へ行きましょうかね。端っこの方から攻めていきましょう。ここは、トラップタワーでございます。あ、もう、あ、結構集まってますね。今もほら、何体か、やられてる音がしてます。おー、いたいたいたー。ここでね、火薬を集めるというね。まあでも火薬結構使っちゃったけど、まだこんなにもあるな。もうだから、骨と矢はね、ここで集めた方が早いという。この、その、噂のトラップタワーでございます。では、トラップタワーの近くにあるもう一つの、こう、まがまがしい施設をご紹介したいと思います。こちらもね、最近ちょっと、計測したんで、いまいちな性能だということが分かった、こちら。アイアンゴーレムトラップ。でもほら、こんなに溜まってんすよ。気づけばこんなに溜まってんすよ。持って帰ろう。解くと、まあ、いい性能なんですけどね。この間計測しても20分でも1匹も現れなかったんで、まあ、そんなもんなのかもしれません。あ、来てる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 。やっぱりスケルトンが多い。はい。で、こちらに、馬小屋。彼の名前は国王でございます。はい。ずっと旅をしてきております、彼と。で、こちら植林所。アカシアの木があって、白樺の木が、ん?焼けたのか。チビが焼けたんだ。アカシアがあって、で、オークがあって、で、ダークオークがあって、ジャングルがあって、松があります。ちょっとね、最近考えてんのは、ここにね、ツリーハウス作ってやろうかなって思ってます。この巨木を利用して、すっげえ、まあまあでかいやつ作ろうかなと、実は考えております。で、植林所にはこのちっちゃい植林をなくして、このもうダークオークとね、この松とジャングルだけでいいかなと思ってるんですよね。はい。で、こちらご覧いただきたいんですけど、オークの苗木から、たくさんのオークを作っていく装置です。まず、骨粉をたくさん、あ、もう入ってんね。骨粉入れて、こうやって苗木を置くと、はい、自動で骨粉がかかって、こうやって育つっていう。はい、それではですね、まず、この辺ですね。これは、じゃがいも。まあ、とりあえず一個やってみましょう。はい、こんな感じで流れてきます。これ、エビチリさんのやつを参照させていただいて作りました。はい、戻しまーす。はい、半自動なので、あとはね、できたジャガイモを、自らの手で植えていくという。はい、このような設備が、あと、人参と、小麦で並んでおります。はい。この3つですね。
まあ、いずれこれまとめたいなとも思ってます。で、このセンサーっていうのは、倉庫が夜になると、音が鳴るというね、仕組みが、あります。これね。はい、これが鳴るんです。はい、それではですね、倉庫は最後にしよう。はい、それでね、マグタウンの方へ入っていきたいと思います。はい、こちらですね。武器、防具鍛冶さん。はい、こんな感じで、とりあえずね、畑があって、ここ商店街みたいなことになってますが、全くもって機能しておりません。私は自力で探しております。はい、こんな感じのところがあって。で、家がね、こうやって2つ建ってますね。集合住宅です、両方とも。はい。こんな感じですね。ちゃんと、アイアンゴーレムはね、2体、スポーンしております。で、下が部屋があって、2階は、つながっていて、それぞれにベランダがある。ね。あ、いたいた、アイアンゴール見た。はい。で、こっちも同じ形になっておりまして、はい。で、遠くから見ると、まあ、こんな感じですね。後ろから見るといいでしょ？おしゃれですね。はい。で、これね、3階建てなんですよ、ここの家。はい。まあ、1階がこんな部屋で、2階はですね、つながっております。で、階段が螺旋状になっておりまして、で、それぞれの階段に部屋が一つございます。どうも。牧師さんどうも。で、それが各階段に設置されていて、で、下もそれぞれ部屋がこうやって4つあるよという作りでございます。村人もかなり増えました。で、こっちはね、農民の家ということで立ち位置としてあるんですけど、あんまり利用してくれてない。あ、ゾンビの声がする。どこどこどこ？したかな？おやすみ。ちょっとこのゾンビ音やばいっすね。デスポーンしたか？してないな。してないな。これ探すの難しいやろな。ちょっと心当たりはないんだけど、この下ね、警告村になってるから、もしかしたら警告村がボコボコに行かれてる可能性があるぞ。これはまずい。まあ、マグタウンの紹介は、この辺で OK かな。じゃあね、そのままの流れで、こいつ、実は100回記念モニュメントでございます。看板立てないとですね、こいつはですね、ちょっと上がってみましょうか。よっしゃー、来ました。ね、100段積んでるんです。100段。100回記念だからね。で、100段積んでて、で、これ、ここから溶岩を流して、まあ、綺麗なガラスで囲んで、美しく見せているという場所でございました。で、いつもね、これをエンディングにしてたんですよ。いきますよ。懐かしの。じゃあね。バイバーイ、マグニーでしたー。ふぅー。的な。それよりね、ゾンビ音が気になる、行こう。はい、実はですね、この渓谷の下にはね、村が存在しております。これもね、知ってる方の方が多いと思いますけれども。で、ここはね、入り口となっておりまして、これをね、投げると、はい、はい、このように入ってこれるようになっております。あ、やっぱりここにいるか。いたか。はい、こう、ここに入ってこれるようになっております。ここもね、今後開拓していくんですけれども、ちょっとね、ゾンビ音が気になるので、そちらの方へ向かいたいと思います。ゾンビ音ここ近いんだよね。ここ。あ、関係ないみたい。はい、というわけでですね、ここが渓谷村でございます。じゃあ、渓谷村のご案内を始めたいと思いますね。はい、ここね、ちょっと怪しげな部屋がございまして、で、そこにもうレンガブロック見えてると思うんですけれども、そこはもうね、マグタウンです。すぐ近くです。ここに入ると、謎の小屋と書いておりますけれども、ちょっとね、醸造台があったりとかで、ちょっと怪しげな部屋となっておりますが、まだうまく活用はできておりません。よいしょ。では、こちらへ行きましょう。ここにちょっと一休みできるテーブルがありまして、ここはね、一応商店街という、渓谷村の商店街という立ち位置で、今後、村人をね、設置していきたいと思っております。で、商店街の、店に入る部屋に、スイカが置いてあったり、で、ここからですね、店の方へこうやって出てこれるようになっておりますね。まあそういう作りのものが4つ用意されております。あ、結構いるな。結構いるいる。で、ここからね、下に降りれるんですけれども、はい、下に降りていきますと、下にもですね、はい、あ、結構村人いる。あ、いるな。結構多いな。はい、このようにですね、地下にも、部屋がたくさんございましてですね、もともとこの渓谷の底だった場所を利用しているので、かなり自然との融和が取れている場所です。はい、こんな感じで部屋がたくさんございまして、で、こうやってね、たくさんの木々の上の
で生活しているんですね、皆さんが。木の上と下で生活している、渓谷の中に生えている木ですね、これがね。で、田んぼがございます。で、ここは真ん中の部屋ですね、事務所的な。一番初めに渓谷村を作るときに作った場所ですね。あ、ちょっと相手の気になるけど、この上の草は最近引きました。そんなことはどうでもいいですね。はい。で、こっち側がまだ未開拓の場所です。今後また街化していくつもりでございます。で、この周りのこのフェンスもね、最近作ったばっかりで、一回村人が来たんですけどもね、それ以来来てないようですね。どうやら、どこか違うとこ行ったみたいです。で、こっち側が、全部田んぼ。全部田んぼです。真ん中に川が流れていて、全部田んぼでございます。ここでもね、結構村人来てるんですけどね、田んぼ結構荒らしてくれてるんですね、あいつら。鳥だね。やっぱ鳥がいるんです、ずっとここに。はい。向こうの奥に行っても、特にね、変わりはないんですけど、ちょっとまみに行くと、はい、ここがね、水源です。よいしょ。じゃあ、こっから上がりましょう。じゃあ、ここもね、まだ未開拓の場所。何かに使おうと思っております。はい。で、こっちに上がってくると、こちらね、渓谷村の1個目に作った家です。誰も住んでくれておりません。まだ今のところはね。に繋がっておる次第でございます。ここに行くと、さっきの真ん中の部屋で、こっちが商店街。で、この下は、こちらに、上に来ます。事務所の上に来て、一応こちらにも部屋があって、はい。で、ここから、こっちに来るというような感じですね。で、実はですね、下に0号の部屋がございます。一番初めにできた部屋。本来一番初めにできた部屋だけど、部屋っぽくないから0号にしてます。よいしょ。でですね、唯一の渓谷村の出口が、こちらにございます。今は出ません。これはね、後で見ていただきましょう。じゃあ、こっち。渓谷村マンション。じゃーん。4番目の部屋、実は、こっちから見えている場所です。あの辺のゾンビ音がすごい気になるな。で、部屋がたくさんあって、ここに噴水がございます。あ、これも閉じときたいな。もういらないもんね、これ。無限水源作ってました。はい。噴水。ここが、治療された村人が来る場所。はい、渓谷村の一番最後の部屋がね、ここにあんのかな。これだ。庭です、ここは庭。はい、あそこに見えてるあの、無駄に海の建築物作ったあそこは物見櫓ですね。唯一の出口だとお伝えしておりました。こちら。から、物見櫓に入ります。ね、物見櫓から地上への出口という風になっているということでございますね。はい、渓谷村と書いております。ここは聖域ルートの入り口となっておりまして、夜になってきてるぞ。ご飯食べよう。まあしかしなんといいタイミングで夜になってくれることなのか。実はですね、この病院はですね、村人ゾンビを治療する施設となっております。じゃん。ちゃんと入っておりますね。で、この下に行くと、さっき、渓谷村から覗いていたところに来れます。ここに落ちてくるんですね。決戦の時やってまいりました。じゃあ行こう。お、湧いてるかな？あ、早速村人じゃね？今日はついてるわ。あのスケルトンだけちょっとやっつけよう。無理だな。今日ついてるな。失礼しまーす。はい、2体落ちちゃった。でですね、ここでね、治療するわけなんだけど、1体はダメなんでちょっとやっつけますけど。じゃあ彼をね、治療します。いきまーす。よいしょ。そして。はーい、オッケー。ブルブル言ってますね。彼はいずれ村人と化します。寝れた、おやすみ。覗いてみるか。覗いてみましょう。まだプルプル言ってますね。まだプルプル言ってますね。で、この辺もね、ちょっとね、整地してね。ゾンビを読み込みやすくしたいなとも思ってるんですけどね。ちょっと、まあ、じゃあ、村人ゾンビが回復してる間、ちょっと掘っちゃう。いかがかな？あ、村人の声になってるぞ。来たんじゃないか。村人だ。
お、肉屋さんだね。肉屋さん、いってらっしゃい。はい、というのがですね、私が作り上げてまいりましたマグタウンの全貌でございますね。ちょっとキノコバイオームまではいけませんでしたけれども、今回ご紹介した2回にわたってね、私が作ったものをご紹介させていただきました。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。またね、次回からはですね、バリバリやっていきたいと思いますんで、ちょっと裏方作業が多いんですよ最近ね。撮影したいんだけどもね、裏方作業はちょっとまた生放送でもやりますかね。エビさんみたいにね、生放送しましょうかね。生放送やったら見てくださいますでしょうか皆さんね。私はまだこの登録者少ないですからね、あんまり需要がないかなと思ってちょっと引けているところはございますけれど、まあそんな感じで、ではまた次の動画でお会いしましょう。これにって、足しびれた足しびれた。